紫雷与は、日本の女子プロレスラー。身長156センチメートル、体重47キログラム、血液型 A 型。神奈川県鎌倉市出身、NXT 所属。実施に、元女子、プロレスラーの紫雷美与がいる。 2007年、2009年、2010年、2011年、2012年、2013年、2014年、2015年、2016年、2017年、2018年、2019年、2020年、ムーンサルトプレス現在の、主なフィニッシャー。パッケージジャーマンスープレックスダルマ式、ジャーマンスープレックス。ムーンサルトフット、スタンプエルボー貼り手手の平底アッパーエンズイ切り、 ローリングソバットアウンマットに片手をついて旋回し蹴りを放つリング内での619側転ヒップアタックタイガースピンキックセカンドロープに相手の上半身をもたれさせた状態で助走をつけてロープに駆け寄りトップロープとセカンドをつかんでジャンプし両足をロープの間をくぐり抜けるように回転させて相手の顔面を両足で蹴りつける コーナーランニングダブル2アタックドロップキックランニング低空式ドロップキックコーナーランニングドロップキックスープレックススナップスープレックススーパープレックスジャーマンスープレックスタイガースープレックスロコモーション式ジャーマンスープレックス包丁返り戦では4連発で繰り出したスパニッシュフライ夏月太陽の得意技最後のシングル戦で繰り出し勝利を収める ダブルアームフェンスバスターマヒカデイオラマヒストラルから、ジャパニーズレッグロールクラッチで固め、ホールを奪う。アルコイリスデイオダルマ式ジャーマンから、ジャパニーズレッグロールクラッチで固め、ホールを奪う。ラケブラーダ後楽園でのビッグマッチでは、場外客席スタンド入り口の上からも放つ。イオギャラクシーメテオアオけの相手に対して走り込んで、放つシューティングスタープレス。 サンダースプラッシュ屈伸式ダイビングボディプレスと同じ技。クロスボディアタックミサイルキックライダーキック福岡賞、直伝。コーナー最上段から前方1回宙返りをしてのミサイルキック。テキサスクローバーホールドボストンクラブハーフ、ボストンクラブフィギュアーレグロック、原宿クラッチアを向け状態の相手の頭部を右腕ごと両足で挟み込み。 自らの左手を首元に通して背中から回した、右手とクラッチして締め上げる複合関節技。内藤哲也のプルマブランカと似ているが、両腕のクラッチの仕方が逆になっている変形タイプ。ワールド・オブ・スターダム・王座、ーザ NXT プロレスリングウェーブ・スターダム2013年4月29日両国国技館、アルファ、フィーメルより、ダッシュ2013年6月2日。 後楽園ホール予報ラ相手に、防衛2013年8月17日、後楽園ホール木村京子相手に、防衛2013年11月4日、後楽園ホール高橋七恵相手に、防衛2013年12月29日、後楽園ホール中島安里社相手に、防衛2014年1月26日後楽園、ホール夏木太陽相手に、防衛2014年3月16日、 高楽園ホールメリーサンダーソン相手に、防衛2014年4月29日、大阪 IMP ホールアルファ、フィーメル相手に、防衛2014年5月17日、メキシコスターファイヤー相手に、防衛2014年6月1日高楽園、ホール綾は匠相手に、防衛2014年7月10日高楽園ホール、里村芽子相手に防衛イオが団体内発の、 全王座制覇の快挙を達成。WWE、へを乱入。WWE 女子宅王者味を蹴散らし、これが私の NXT だ。東京スポーツ。 https://www.tokyo-sports.co.jp:/prores/wwe/1915701/2020 年6月20日閲覧 ?AB 週刊プロレスの2014年4月2日号より、プロフィール上は関東以下非公開だった。無罪で逮捕され、 バッシング、女子プロレススターダムの紫雷ヨが、全国白、今あるプロレスへの愛は、あの受験なしに語れない。エキサイトニュース。2020年12月10日閲覧。プロレス対象、激動スターダムを顕引した紫雷ヨに、女子プロレス対象新規バファーストリング、スターダムドラフト会議指名順位決定3ウェーバトル30分1本勝負。 出場者32名が集結、女子トーナメント、名ヤングクラシック2018開幕、紫がみなりを日本人初 V のガスも、ベストな経験できた。日韓スポーツ。 https://www.nikkansports.com スラッシュバトルスラッシュニューススラッシュ2018102900048個 .html2018 年12月30日閲覧。abc 週刊プロレス2017年9月13日号。pp45 イオが団体内全王座制覇の開挙。 発生東京スポーツ、ポピー&、イオシライブローザルーフオフザキャピトルレスリングセンター、NXT ハロウィンハボック、オクト282020。ありがとうございます。